い、どうも皆さんこんばんは、ドイツです。今回は茨城県の料理編になります。で、皆さんもお分かりの通り、茨城県の有名な食べ物といえば納豆がありますよね。で、今回は納豆の料理を作っていくんですけど、正直納豆を料理するって、あんまりイメージが思い浮かばないんですけど、いろいろ調べてみたら、いっぱいあって、で今回は納豆とんかつと納豆そぼろの2品を作っていこうと思います。味のイメージはちょっとつかないんですけど、写真を見ているとすごく美味しそうなので、あとちょっと簡単そうなので、今回は2品作ることになりました。今回もよろしくお願いします。それでは早速作っていきましょう。それでは材料の紹介をしていきます。材料の説明は1人前で説明します。まずそぼろ納豆の説明をします。納豆1パック、醤油小さじ1/2、切り干し大根 10g。 次に納豆カツを説明していきます。まず豚ロース1枚、卵適量、パン粉適量、薄力粉適量、揚げ油適量、納豆1パック、ネギお好みで、大葉お好みでいいです。あとファミリーマートで買ったカリカリ梅も適量です。なんか今回は適量が多いですね。まずはネギと大葉を刻んでおいてください。今回は先に刻んでおきました。カリカリ梅も刻んでいきます。納豆と大葉とネギとカリカリ梅と納豆のタレを混ぜていきます。軽く混ぜていきます。カツに切れ込みを入れていきます。ちょっとどこに切れ込み入れるかわかんないです。ちょっと私正解がわかんないので、よければ教えてください。お肉を薄力粉、卵、パン粉の順につけていきます。180度の油できつね色になるまで揚げていきます。このくらいでいいと思います。とんかつが出来上がったので、次は切り干し大根をお湯に戻していきます。10分くらい茹でて、ちょうどいいくらいになったので、水気を絞って粗
く刻んでいきます。ボウルに切り干し大根と醤油と納豆を加えて混ぜてください。そして味が薄かった場合は納豆のタレをお好みで加えて味を調整してください。これで納豆そぼろができました。でもやっぱりそぼろっていうとお肉の方を想像しちゃいます。盛り付けです。完成しました。こっちが納豆そぼろでこっちが納豆カツになります。早速食べていこうと思います。いただきます。これは生わかめの味噌汁で、これはちょっとツイッターに作り方を載せておきます。でこの納豆カツはソースではなくて醤油で食べるのがいいみたいです。まずはそのまま食べてみたいと思います。一口でかいやろ。カツとも合っていて、そしてカリカリ梅の食感もまた美味しいです。こちらも食べていこうと思います。これは初めて食べた味です。でも切り干し大根と納豆の食感が合っててすごい美味しいです。続きは家族みんなで食べていこうと思います。今回もご視聴ありがとうございました。